はい、こんにちは、ポテリンコです。今日は鹿児島県鹿児島市山田町にあるカフェふばこさんにお邪魔しています。今日はランチセットとデザートセットを楽しみたいと思います。おうどん付きでね、おうどんが大盛りでいただきます。楽しみです。到着しました。ランチプレートです。すごいね、おしゃれなお皿にね乗ってきています。美味しそう。ちょこちょこちょこってね食べれますでね、稲庭風のねおうどんもねすごくねおしゃれ、大盛りです。醤油だれでねいただきます。いただきます。やっぱりおうどんからいただこう。うん、美味しい。人参も美味しい。うん、細いおうどん。いただきます。だしがほんのり甘くてね、美味しい。おうどんもつろーんって程よいコシで美味しい。もうこの倍は食べたい。漬けだれがまたうまい。なくなった。おしゃれ。お野菜からいただきます。大きいね。すごいさっぱり。さっぱりやけどコクがあってね、おいしい。玉ねぎの甘みがトマトの酸味をね優しく包んでくれた。美味しい。3人前ぐらい食べれそう。食べ出しどう。鹿児島ならではの、 あの田舎豆腐、ドレッシングがさっぱりドレッシング。食べていいん。ダーリンのおうどんもいただきます。ごまだれでいただきます。濃厚そう。すごい濃厚でクリーミーだね。ごまだれもさっぱりコクがあって美味しい。どっちも美味しい。ダーリンのも大盛りにしてもらえばよかった。
味しかった。ご飯いただこう。椎茸も乗っかって佃煮がね、うまっ。お出汁を取った後の昆布がね、昆布とおかか、それをね、佃煮ね、うまっ。最高。体喜ぶランチ最後。さっぱりするもの。酢の物にコーンが入ってるのも、コーンの甘みがアクセントになっている。美味しい。お家でもやってみよう。美味しい。美味しかった。ごちそうさまでした。あとはデザートを楽しみたいと思います。デザートいただきます。かわいい、こんなちっちゃい。コーヒーゼリーにね、黒ごまときな粉かな、ラスク風な。飲み物はね、ジャスミンちゃんのアイスにしました。おいしい。これからいただこう。おいしい。お餅食べよるみたい。めちゃくちゃおいしかった。黒ごまのいい香りが口の中に広がる。きな粉。お餅みたい。コーヒーゼリーいただきます。すごいさっぱり、おいしい。おいしかった。おいしかった。デザートのフルコースが到着しました。フォンダンショコラにシフォンケーキのね、バニラとアールグレーです。飲み物は石窯ね、コーヒーです。あのボコ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 ってならないやつで入れていただきました。美味しそう。香りがすごくいい。粗挽きな匂いがする。どれから食べようかな。じゃああったかいのからいこうかな。先にこの生クリームとブルーベリーをいただこう。おいしい。これ一口でバグっていけそう。でもうわー、とろーって。うまっ。ビターなチョコで美味しい。ほろ苦が、めっちゃほろ苦がでね、甘さがくどくないけん。ペロリンコ。うんうんうん、めちゃくちゃ美味しい。ほろ苦がで美味しかった。ふわふわ。
ふわふわふわ。ふわふわ。うまい。美味しかった。ポテポテ。アールグレイのシフォンケーキで最初にデザートセットで頼んだね。アールグレイのシフォンケーキ。美味しい。マンゴーだ。あ、ソースも美味しい。シフォンケーキふわふわ。すっごい口の中アールグレイ美味しい。どれも美味しかった、美味しかった。あー、コーヒーがうまい。美味しかったです。美味しかった。ごちそうさまでした。とてもとてもね、美味しいランチプレートとデザートプレートでした。最初に食べたね、稲庭風うどんのランチプレートもね、すごくね、一つ一つね、お味がね、上品で優しくて美味しかったです。でデザートのね、フォンダンショコラも濃厚でね、ビターで濃厚でね、とっても美味しかったです。でシフォンケーキのね、バニラとアールグレイもね、ふわっと優しいね、バニラとふわっと口の中に香ってくるね、アールグレイでとっても美味しかったです。石窯コーヒーもね、とっても美味しかったです。もうね、お豆をミルでこう引いてくれて、で、あのボコボコするやつで入れてくれてね、とっても美味しかったです。ぜひぜひね、あの、のんびりね過ごせる空間なので、ぜひぜひね、食べに来られてみてください。楽しく見ていただけたら、グッドボタンとご一緒にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひぜひ覗いてみてください。今日も美味しく楽しくごちそうさまでした。でね、テラス席では愛犬ワンちゃんとね、一緒にお食事も楽しめるのでね、ぜひぜひね、一緒に食べに来られてみてください。以上、ポテリンコでした。バイバイ。もう一ラウンドぐらいしたいぐらい。バイバイ。何かな、ぼちゃん。こっち上がってごらん。よいしょ。